はい、じゃあ、ナムのお話しましょうか。ナムは、ぜひ、この楽しめるうちに行ってほしいんですよ。先ほどの動画で、このナムが、なんか、落ちてきてるっていうか、なんかこの、そうですね、勢いが落ちてきてるって話したんですけど、やっぱり、この年々楽器って売れなくなっちゃってきて、音楽、この業界がちょっと下火になってきてるんですよ。やっぱりこういう大きいイベントってやっぱ、これ世界、多分世界一になるのかな、楽器イベントとして。やっぱそういうところももろに影響を受けるわけですよ。だからこういう、なんだろう、もう世界のイベントが最高なうちに一度体験した方がいいんじゃないかなって思いますね。だおそらく、まあもちろん来年から 5G とか出てきて、VR とつながって、音楽企業もどんどんこの発展してって、もしかしたらより良くなるかもしれないから、ちょっと2020年は行ってみようかなって思うんですけどね。ただこの 5G 出たてか、もしくは、あ、でも、ま、来年の3月ぐらいって聞いてはいるから、5G が一般的に使えるのって。だもうその間にはナムショー終わってますから、2021年度にまた行ってみようかなって思いますね。来20年度はちょっとまだ見込みないかなって思うんですけど、だから2021年度には行こうかなってまた思ってますね。で、このさっき話したバッジってのがこれなんですよ。まあこの番号を覚えてても意味ないんで、これ2017年度のバッジなんで、これはもう使えないです。で、まあ、現地で、こういうふうに、バイヤーって、自分はこのバイヤーで、リペア、でも、あ、そっか、じゃリペアテックって、修理屋でもこのバイヤーになるんですね。こういうふうに、いわゆる、購入者権、あ、バイヤーってあれかな？責任者って意味なのかな？登録の時に、この、いわゆる責任者とか、従業員って登録するじゃないですか。いわゆる、その、偉い人っていうことで、この、いわゆる購入権限があるよって人の意味だと思うんですけど、こういうバッジがないと、フェンダーブースは入れなかったですね。で、確かフェンダーは書いて、あ、そうですよね。今年は何とって言っても、なんだ、今回は何とじゃない、18年度もそうだったんですけど、いわゆるこのバイヤークラスじゃないと断られるんですよ。なんか、いや、君入れないよ、みたいな感じで。もしかしたら、その、時間帯とかによって変わるかもしれないですけど、だこういう権利を持ってないと入れないっていうのが、フェンダーブースでしたね。で、フェンダーの世界の動きって、まあ、この辺、日本で情報入ってこないと思うんですけど、フェンダーって結構、いわゆる金持ち志向になってきてて、いわゆる何でしょうね。金持ちのためにあるギターメーカーみたいになりつつあるんですよ。なんて言えばいいんだろう。いわゆる、お金持ちの家に置いてある、なんだろうな、嗜好品っていうのかな。なんかそういう位置づけになってくるのか、なんかプレイヤー側のギターっていうよりかは、こうなんか金持ちに売るギターっていうのをなんかシフトしてってるような感じを見てて思いましたね。まあこれ自体はその、さっきも言いましたけど楽器が売れなくなってきてるから、いわゆるビジネスの観点から見て、お金持ってる人に売れるようなギターを作った方がビジネスとしても成功するでしょうから、その辺、ちょっとなんか、寄ってきてるかなって気がしますよね。例えば、マーシャルブースとかではこうやってマーシャルがこう積まれてるとか、マーシャルの壁もありましたよね。アンプとかもこうやってなんか中身を見せてこうやって作られてるんですよとかって見せたりとかしますし、あとちなみに、アメリカとかって思想自由なんですよ。例えば、日本って、この、従業員に弾いていいですかって聞いて、許可を取ってから弾くのが普通なんですけど、アメリカは自分で手に取って弾いて当たり前なんですよ。だから新品でも傷ついてることって当たり前なんですよね。
でもあっちの人ってそういうの気にしなくて、いや新品でも小傷ぐらいつくの当たり前でしょみたいな感じで、普通に、なんだろう、まあよほど乱暴にしなければ普通に大丈夫ですね。あ、ダメなやつはもうドントタッチって書いてるんですけど、で、ナムショーに木材も売ってるんですよ。で、17年度はすごく良かったんですけど、18年度はもう、なんだろう、あんましで、17年度は本当に、あ、でもこれ初めて行った時だから、木材が持って帰れるのかがちょっと心配だったから、セーブしちゃったんですけど、普通に買ったやつ持って帰れたから、あ、まあ、自分が買ったこのカーリーメイプルは大丈夫でしたね。マホガニーとか、いわゆる本マホとかは、問い合わせっていうか、この、聞いてみた感じだと、手数料っていうか、なんかこの、いわゆる、出荷して大丈夫ですよみたいな手数料にお金かかるっぽくて、その、いわゆる資料作成っていうか、なんか、手続きにお金が必要ですよみたいな話を聞いて、だちょっとマホガニー系はなんか、やばそうかなって思って買わなかったんですけど、メイプルは大丈夫でしたね。うん。で、ちなみにですけど、アメリカってすごくいい材が本当に普通に売ってるんだなってびっくりしますね。これちょっとクラフトマンの人しかわかんないんですけど、日本って全然いい材が回ってきてないんだなってつくづく思います。しかも安いんですよ。なんだろう、現地で買ったら2、3万でまあ普通かなって思うのが、こっちだと5、6千円ぐらいでめっちゃいい材が普通に売ってるんですよ。だからもうここで買い占めて持って帰りたいなって思うぐらいでしたね。だからよほどなんかこの日本の流通ルートが悪いのか、だからなんでしょうね、もしくはこの日本の湿気でやられちゃってんのか、とにかくもう叩いた時の音がかなり響きいいですよね。だからやっぱり現地に行って買わないと、例えばこういうキルトのやつって、あ、まあこっちで買っても高かったですけど、でも、日本円で6万になるのかな？例えばこれ、日本で買ったら10何万とかしますからね、これぐらいの木だと。で、こっちで買ったら確か高くても6万ぐらいかな。安いっすよ。メイプルなんでこれは持って帰れると思う、使って。だからなんだろう、もう、なんだろうな、やっぱ海外、やっぱ現地って、現地に行って確認してみるのもいいんじゃないかなって思いますね。このギター面白かったっすよ。これ、ボディとこうセットになって、こっちから外せるんですよ、こうやって。で、自分の好きな形にこうガッチャンコできるっていうか、中心はこう、あ、で、ここの中にまたピックアップ乗っけられるんですよ。自分の好きなピックアップ、この、多分、磁石で貼っつくようになってるから、ここのボディは自分の好きな形にこれ、はめて、で、自分の好きなピックアップレイアウトのやつをここにはめて音が鳴るっていうシステムですね。こういうのって日本にまだ来てないですよね。で、このセイモア・ダンカン本人がピックアップを巻くっていうのを見て動画撮ったんですよ。これもあげるんで、ちょっと楽しみにしててくださいね。そうです。撮影、なんか撮影自由だったんですよ、これ。まあ結構有名人が普通にこうブース構えてて、あとこのダンカン使ってるアーティストのイベントとかもこうブースでやってるんです。隣のブースとかでやってたりとか、隣っていうかその、ここの隣側でステージがあって。そういう風に有名人が普通に会えるみたいなイベントなんですよ、ナムショーって。だからこれを何ですかね。まあ旅費とかも含めて、いくらだろうな、一人最低10万ぐらい見てればいいですかね。でもそれでこうやって体感できるんだったら、もう人生に一回ぐらいや、体感してた方がいいんじゃないかなって思いますよね。こうしてスティービーワンダーにも会えますよ。自分はスティービーワンダーに触ったんですよ。これぐらい急接近したんですよね。彼って目が見えない説あるらしいですけど、それ本当っぽくて、
ここの横がステージだったんですよ。この人って、なんか、新商品を弾いては、勝手になんか、ライブを始めるんですよ。いろんなところで。その都度、ここ、周りに人がいっぱいいて、なんか、その、ただの思想がライブになっちゃうっていうことで、もう、スティービー・ワンダー周辺は人がいっぱいいるんですよね。で、ここのステージから降りてきて、で、正面に自分がいるんですよ。で、ずっとまっすぐ自分に向かって歩いてくるから、あれ、このままだと自分にぶつかっちゃうんだけどなってことで、このぐらいまで急接近してきて、で、スタッフに、Hey, stop! って言って止められて、もうこの手が届く距離なんですよ。で、そこで写真撮りつつ、この、ペッて触って、多分、自分って日本人で、数少ないスティービー・ワンダーに触った人ですね。っていうことがナムショーでもできるんですよ。だから面白いですよ。例えばこういうふうに、スティーブ・バイとかもこうやってサイン会とか開いてて、このアーニー・ボールのブースって、この時間割があって、その都度この有名人がサイン会してるんですよ。で、確か自分、ポール・ギルバードの時、あ、そうそう、この時か。ポール・ギルバードがサインやってるって知ったから、めちゃめちゃ列で来てたんですよ。もう、ここの列から、もう、この橋、角を曲がって、かなりの長蛇の列ができてて、でも欲しかったから自分も並んだんですよ。で、こう、角を曲がったらポール・ギルバードって、だからここに、なんだろうな、5人ぐらい並んで角で、でも見えないんですよ、そっちから並んでる時。で、この、ポール・ギルバードのサイン欲しいから、こう待ってたんですよ、並んで。で、角曲がって、やっとポール・ギルバードサインもらえるって言って曲がった瞬間、もう人変わってて、しかもその人が誰か分かんないっていう、でももう並んでたから、もうあと5人ぐらいでサイン取れますから、でも、この人誰だろうってなってて、もうポール・ギルバードの次の人になってて、うん、でももう並んでたから、もう相方で来て、まあサインもらって、なんか、おう、ジャパニーズなんちゃらみたいな言って、日本から、遠くから来てくれてありがとうみたいな感じだと思うんですけど、でもその人自分全然知らないっていうっていう感じでサインもらった思い出ですね。うん。で、スティービー・ワンダーってこうやって各ブース、ちなみにナムショーっていわゆるこういう楽器関係の最新グッズが初めてこう投入される最先端のこのイベントなんですよ。で、楽器のこの新製品がまず先に出てくるのはこのナムショーですから、こうやってアーティスト、有名なアーティストも試しに来るんですよね。このマイク、これ、例えばこのマイクはどんなもんかって感じで。だから何でしょうね、この、これ使った後に、なんだろう、使った人は、なんだろう、耳パッドが関節スティービーワンダーみたいな、になりますよ。で、これらが、いわゆる、このサイン会終わったらその辺歩いてたりするんですよ。例えばまあ本人的に OK かどうかは知らないですけど、その辺歩いてるところにサインくれって言ってもらえることもできるでしょうし、あと写真も撮ってもらえたりしますよ。ツーショット写真 OK かみたいな、はい OK みたいな感じで、まあおそらくお金はせびってこないとは思うんですけどまあそんな風に有名人と普通に会えちゃうっていうのもナムショーの醍醐味ですよね。いやー、ポール・ギルバードのサイン欲しかったっすね。で、ナムショーの近くで、毎年同じようにヴィンテージギターショーってのがあるんですよ。ワールドギターショーって呼ばれるのが、まあ、これってちょっと、もちろんこれ気になる方はこれ調べてほしいんですけど、ナムショーがやってる日と被せてきてやってるはずなんですけど、車で20分ぐらいかな。ウーバー使えば行けますから、全然。全然行ける距離なんですよ。まあ、歩いては厳しいですけどね。そこでもうちょっと注目してほしいのが、ちょっと広い体育館みたいなところ貸し切って、これちょっと有料ですけど、でも15ドルだったかな。それぐらいで入れるんですけど、ヴィンテージギターが普通にこう、その場で買えますよ、みたいなイベントなんですよ。で、しかもめちゃめちゃ安いっすよ、ここ。ぜひ行ってほしいんですけど、日本がどんだけヴィンテージギター高えんだっていうことを知ってほしいっすね。
日本は基本的に何でも倍ぐらいになってますね。もちろん輸送費とか、あとその楽器屋の儲けとかが乗っかってくるからしょうがないとは思うんですけど、それでもやっぱ高いと思いますね。なのでじゃない、実際、日本で買う値段の半額ぐらいで買えるって思ってた方がいいですよ。あと、この新品のギターでも、日本のその代理店通っちゃうと倍とかになってますから、買えるんだったら、アメリカ行って買って持ってきた方が安いし、お釣りも来ますよ。旅費とかも考えても。で、ここにヴィンテージギターがもう普通に、あ、これここには詳しく書いてないか。あ、これあれか。こっちのか。ギターセンターの方か。2018年度のナムショーの、このヴィンテージギターショーのブログで、この辺詳しく書いてますから、気になる方はチェックしてみてくださいね。ここに50年代のレスポールとかも普通に売ってるんで、あ、もちろんそれなんかドンツタッチとか書いてたりしますけど、フェンダー系のヴィンテージギターはな普通に触って弾いていいよみたいな感じで売ってますね。で、有名なギターセンターとかもそうですよね。うん、ここに59年レスポールが置いたりとかして。で、MI ジャパンに、MI の方にちょっと詳しい話ちょっとしようかなって思うんですけど、キーセル知ってます？メーカーって、いわゆる値段が十数万のくせにすごい良くて、で、世界に出荷してる楽器屋なんですけど、楽器屋っていうのかな？楽器メーカーなんですけど、MI の人たちってそれ使ってる人多いみたいで、あ、もちろん安くて物がいいからってことです。USA 製だけども日本製みたいに質良くて、なおかつ音もいいっていう。もうとにかく弾きやすいですよね。で、しかもすごい安いんですよ。で、MI の人たちってそれ結構使ってる人多いみたいで、おそらく、なんだろうな、将来は、キーセルの方がもう、なんだろうな、世界のシェアを結構獲得していくんじゃないかなって思いますね。あれはキーセルでしたっけ？キーゼルっていうものでしたっけ？ちょっと読み方があれわかんないんですけど。なんかこの写真とかいろんな箇所行って写真撮ってたんですけど、アメリカってすごいのが、人たちはすごい生き生きしてるんですよ。日本がどれだけ異常なのかってのを、これも肌で感じてほしいんですよ。生きてるってことを楽しんでるんだなって思いますよ、アメリカの人たちって。いわゆる日本と社会の、なんだろうな、満員電車とかあるじゃないですか。満員電車とかってもう、人々がもう顔が死んでるというか、実際月曜日って人身事故で毎週自殺者が出るわけじゃないですか。なんでしょうね。日本のこの暗さというか、アメリカ行ってその辺確認してきてほしいんですよ。人間がこうあるべきなんだなって姿を本当に見てほしいですね。人間らしく生きてほしいですね、本当に。そこをなんか体感してほしいですね。まあ、これも、あ、番号全然違うから、これコピって、なんか、言っても無駄ですよ。で、これもまたフェンダーブースですけど、あ、でもその18年のってギブソン出てなかったんですよ。その時潰れた騒動で。で、フェンダーに関しては、新商品とかが、この時は、なんか、いろんなスイッチ、過去にあったようなスイッチ組み合わせて、オリジナルではあるけど、過去のギターの組み合わせみたいな感じで、ちょっとその辺も変わった機種は出してきてますよね。なんでしょうね。もちろん17年度でいっぱい話しちゃったから、なんかあるかな。